特殊メイクでセルがおじいちゃんに大変身。いたずら大好きのセルが街にいたずらせばたちまち大パニックになる。果たしてセルおじいちゃんはどんないたずらを仕掛けてくるのか。セルおじいちゃん、まずは電車に乗車。このニュースで一体どんないたずらをしでかそうっていうのか。どうやら立ったまま居眠りを始めてしまったセルおじいちゃん。眠いだけです。こちらのおじさん本気で心配してくれてます。ちょっと眠たかっただけです。飲み物、お茶、お茶ありますか？お茶ない。お茶。飲み物ってここは電車の中だよ、セロおじいちゃん。ああ、よっぽど喉が渇いたのかポスターまで取っちゃった。で、どうするつもり？ざわめくみんなをよそに知らんぷりでごっくり。セロおじいちゃんの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後は本当にお茶が美味しいね。さてと、お茶がかぶっちゃった。セロおじいちゃんの不思議ないたずらはまだまだ続く。セロおじいちゃん、続いてやってきたのは日曜日の遊園地。ここではどんないたずらを仕掛けおったのかな。愛想を振りまきながら人がたくさんいるところでまずは小手調べ。セロおじいちゃんのいたずら大成功。さてさて、次はどんないたずらをするつもり？みんな乗り物が一番面白いですか？はい。じゃあわし耳遠いので大きい声でお願いします。あ、おいしいですか？聞いてます。あ、どうしちゃったの、おじいちゃん。風邪ひいちゃったかな。
みんなを驚かせすぎちゃったかな。セロおじいちゃんは